おはようございます。9月の11日、今日は土曜日です。ここはフランスのリュベロン地方、ビューという村です。ただいま7時半ぐらいかな。この道がビューのメイン通りです。一っ子一人通っておりません。車も通っておりません。聞こえるのは風の音と鳥の鳴き声だけです。これから私が泊まっている民宿をご紹介します。民宿では Wi-Fi ができるんですが、ここまで電波が届かないので録画をしてユーストリームにアップします。はい、こちらの方向がアプト、アプトという町、この辺りで一番大きな町、それとも人口1万8000人ぐらいです。アプトまで行きますと、アビニオンの方まで、50キロという道につながります。でこちらがですね、村のセンターに続く道、その先道は続いてまして、ずっと行きますとですね、これも30キロ40キロになるのかな、エクサンプロバンスという町がありまして、その先マルセイユにつながっています。それでは、民宿の紹介をします。この道端に出ている看板、シャンブルドートラ・グランド・バスティードと書いてあります。この矢印の方向200メートルとありますが、右側の方にこれですね、屋根のマークとベッドのマーク、それからこのシャンブルドートというのがフランスにおける民宿の名前です。イギリスですと B&B、ベッド&ブレックファストですね。それからここにあるマーク、ギテ・ドゥ・フランス、ギテ・ド・フランスと書いてありますが、これはシャンブルドット協会の、民宿協会のマークです。この民宿はそこの協会に参加しているということです。旅行してましてね、こういうこのマークがうちの看板に出てますけれど、そうするそれを目当てにですね、あ、ここには民宿があるんだなということで、宿泊場所を決めない旅をしている時などはいい目印になります。それではですね、ここから先ほど看板に200メートルって書いてありますけど、200メートルもないですね。この道の一番奥にある真ん中、右に真ん中、左に糸杉が見えますが、その奥ですね、建物を見ます。これがシャンブルドット、あ、そうそうそう、それから説明し忘れましたが、ラ・グランド・バスティード、ラ・グランド・バスティード、直訳しますと大きな館、どでかい家ということですけれど、この辺ではですね、農家でちょっとした大きさの家を伝統的にラ・グランド・バスティードと呼ぶそうです。それではここは坂になってましてね、今降り始めましたけれど、坂を降りていきます。
この道は公道でなくて、このラ・グランド・バスティーヌの市道になってます。今7時30分ぐらい かな。太陽は出てるんですが、ここはご覧の通り山に囲まれてます。そのため太陽はまだ日は差してません。上の方を見ますと雲が見えますが、雲に、日の光は照らされていますけれど、まだこちらのちょっと山あいの谷状になったところですね、そこまで日は差してません。はい、それでは先へ行きます。気温は寒いですね。何度ぐらいだろう、10度じゃない、20度はいってませんね。12、3度かな。空気が冷たくて、山の中なんですけど、海抜は500メートルぐらいのところです。これ昼間になりますと、南仏特有のカッとした日差しで結構暑くなるんですが、朝のうち朝晩は寒いです。はい、ここが中間地点ぐらいですね。この先が建物です。この建物の両側、これはラベンダー畑になっています。今ラベンダーは、あれ、ラベンダーの株もないな。今年は刈り取っていったのかな。毎年6月7月はこの両脇、ラベンダーの紫の花がいっぱい咲きます。はい、正面にラ・グランド・バスティーヌの全景が見えてきました。この家は1600何年かに建てられた家だそうです。そこを今の持ち主、ジャン・アラン・カイラさんがですね、買い取りまして、畑付き、ラベンダーの畑付きのこの建物を買い取りまして、改装して、民宿を始めました。これ入り口にある案内です。民宿の案内です。先ほどのこのドア、扉は玄関の扉ではなくて、ここに石の壁で囲まれている内側はこの建物の中庭になっています。客室にはこの建物の脇の道を通って後ろから入ります。はい、左側に建物が見えますが、これは納屋として使ってます。今は多分ちょっとメッセージ、変なメッセージが出ましたので中断しました。納屋として使っていて、今は多分